中国の激安通販サイトの商品、有害物質が多すぎるということで見ていきたいと思います。皆さん通販は好きでしょうか？最近はね、中国発の通販サイトが話題だそうで、例えばこちらですね、テムというね、2023年に日本での展開を開始した中国発のショッピングモール型通販サイトで、取り扱う商品は幅広く安さが売りの通販サイトだったり、こちらシーインというね、こちらも中国発のファッション通販サイトで、格安でファッションアイテムをゲットできたり、さらに他にもこちらアリエクスプレスという中国のアリババグループにより運営されているオンラインマーケットプレスサイトで、こちらも日本の通販サイトよりも安く購入できるみたいですね。まあこういった感じで、どうやら今中国の激安通販サイトが話題みたいなんですが、まあこういったサイト安くて評判な一方で悪い話題も出ているようで、まあ、なんか7月にあったフジテレビの27時間テレビの CM でテムの CM が流れたり、最近でも NHK がテムを取り上げたそうなんですが、まあテレビで CM 流したり取り上げるくらいだから大丈夫なんじゃないかとも思うんですが、まあその時もテムの CM 流してんじゃねえだったり、テムを取り上げるなと炎上したようで、まあやっぱり問題視もされているようで、その問題というのが、例えばシーインではユニクロで売っているショルダーバッグとむちゃくちゃ似ているショルダーバッグを販売し、ユニクロがシーインを提訴したというニュースがあって、まあ、パクリ疑惑の商品も結構あるみたいですね。で、さらにこういった中国の格安サイトの商品から有害物質が多く含まれていることが検査で分かったという報告もね、出ているようで、もう今回はこの中国激安サイトの一押し有害物質商品を見ていこうと思います。まずはこちらですね。こちらはシーインで販売された女性用の下着ですね。まあ、シーインはアパレル通販サイト。ということで、パンツもね、売ってるでしょうが、ソウル市保健環境研究院と外部専門機関を通じた検査によると、この下着から発がん物質であるアリールアミンが基準値の 2.9 倍を超過した量が検出された。とのことで、このパンツ、基準値の 2.9 倍の発がん物質が含まれてるみたいですね。特に膀胱がんのリスクを高めることが知られ、肌に直接接触する下着から検出されたのは深刻な問題だそうで、もうそんなの絶対履きたくないよ。というね、恐ろしいパンツみたいですね。もうこれ履くぐらいなら丸出しの方がいいですね。さらに次はこちらですね。こちらはテムで販売されていた食器用器具ということで、鍋ですね。こちらの鍋にカドミウムが基準値比の 97.4 倍含まれていたそうで、もうカドミウムはやばいでしょと。もう日本でもね、四大公害病の痛い病の原因ですからね、カドミウム。もうそれが基準値の 97.4 倍含まれているということで、もうこの鍋で料理は絶対したくないですね。さらにこちらもテムで販売されたティーポットですね。こちらもカドミウムが基準値比 17.7 倍含まれていたそうで。で、さらにこちらはアリエクですね。アリエクスプレスで販売されていた湯飲みですね。こちらにはカドミウムが基準値比 20.5 倍。さらに鉛が基準値比 3.6 倍含まれていたそうで。まあ、鉛は基準値を超えた場合は神経系に影響を及ぼし、特に子供の認知機能の発達遅延と妊婦の早産のリスクを増加させる。そうで、もうこのテムのポットにお茶入れて、アリエクの湯飲みで飲んだら、もうカドミウムと鉛がね、摂取できるかもしれない。という死のティーセットみたいですね。もうこれで優雅にお茶はできないですね。さらに次はこちらですね。アリエクスプレスで販売されていた子供用自転車ですね。そのブレーキワイヤーから基準値の258倍の DEHP というものが検出されたそうで、この DEHP は精子の数減少、不妊など生殖機能に影響を及ぼすみたいで、国際がん研究所が指定した人体発がん可能物質の一つみたいですね。まあ、この DEHP はフタル酸ビス2エチルヘキシルというそうで、ラットやマウスなどの月死類に特有の発がん性はあるそうなんですが、霊長類の猿にはそれが起きなかったそうで、発がん性分類のグループとしては 2B というね、まあ、1が人に対して発がん性があるグループで、ここにね、カドミウムも入るそうなんですが、その次の 2A が人に対しておそらく発がん性がある。の次の 2B、人に対して発がん性のある可能性があるに分類されるそうで、まあ、人に対して発がん性がね、あるかどうかはわからないみたいなんですが、まあ、それでもね、ない方がいいという物質が子供用の自転車に基準値の258倍含まれていたそうですね。まあ、分類はね、2B でも258倍は怖くないかと思うんですが、まあ、他にも、アリエクスプレスの、こちらの浮き輪が、その DEHP が、基準値に対して290倍含まれており、さらにこちらはシーインの浮き輪ですね。こちらにも DEHP が
219倍検出されたそうで、ちょっと分類が 2B だからってね、基準値はねあるみたいなんで、ちょっとそれを200倍以上も超えるのはまずくないかという浮き輪もあるみたいですね。さらにこちらのシーインで販売されたビーチボールでは、空気注入口に DEHP が基準値の100倍検出されたそうで、もうこれに口でね空気を入れようとしたら DEHP を摂取できるかもしれないみたいですね。もうこの浮き輪とビーチボールで海で DEHP をね満喫しましょう。さらにこちらのアリエクスプレスのジャンパーですね、こちらにはジッパー V では基準値の約4倍を超える鉛が検出された。表側の軟質 V ではカドミウムが約11倍、 DEHP が最大約537倍検出されたということで、このジャンパーいろいろな物質が含まれてるみたいですね。もう寒さをしのぐためにそれだけの物質に触れる、ちょっと割に合わないですね。さらに次はこちらですね、こちらアリエクスプレスの指輪ですね。値段的には日本円で450円ぐらいだそうで安いんですが、この指輪にカドミウムが基準値の703倍超え含まれていたそうで、ちょっとインフレしすぎでしょと思うんですが、まあ、カドミウムはさっきのね分類でグループ1の人に対して発がん性があるグループですからね、そこのカドミウムが基準値703倍超えということで、もうこれは死の指輪ですね。もうこういう指輪が呪いの指輪だったりと呼ばれてきたのかもしれませんね。次はこちらですね、こちらシーインのネイルですね。こちらにはニッケルが基準値の97倍含まれていたそうで、ニッケルは基準値を超えるとアレルギー性皮膚炎を誘発するみたいなんですが、それがこのネイルに含まれていたみたいですね。もうネイルで爪に有害物質塗って毒の爪みたいでかっこいいですね。さらにこちらはシーインのリップスティックですね。こちらには黄色ブドウ球菌が陽性反応を示したみたいで、黄色ブドウ球菌は皮膚に感染した場合に発疹やアトピー性皮膚炎などを引き起こす可能性があるということで、それがリップスティックに含まれていたみたいですね。まあリップスティック唇に塗るもんなんで、これを使ったら黄色ブドウ球菌とキスをすることになりますね。まあといった感じで中国激安サイトの一押し有害物質アイテムを見ていたんですが、まあ、ちょっと倍率高くないというね、カドミウム700倍はさすがにやばいでしょと思うんですが、まあ、こういった検査は韓国が結構しているみたいですね。まあ、中国が隣にあるんで、隣の国の有害物質商品は絶対に許さないってことなんですかね。まあでもこれだけね有害物質が含まれてるんだったら、なんか普段使ってるものにも普通に有害物質含まれてそうな気もしなくもないですね。もうなんか知らない方が良かった雑学みたいになってるんですが、まあ、もしね本当にこんなに有害物質が含まれてるんだったら、テムもシーンもアリエクももう安くてね有害物質もいっぱいでお得ですね。もう有害物質にはね気をつけましょう。以上です。